はいよ、はい、基本だよ、取ってから、ほんで入ろうか。抹殺だ、この世から抹殺しろ。心がこもっていない、感情が入っていない芝居のことだ。嘘は自分自身としてつくものとの見解のようです。幸子さん、本物が自身の存在に不安になっていくのが。化粧ぐらいしないとあかんじゃん。そのうちにそれが当たり前になって。あ、自分で考えて答えを見つける。その通りだ。自分で考えるのならエース化はいらないのでは。そう、この台本は主演だけでなく脚本まで書き、1983年映画の完成公開とともに帰らぬ人となった伝説の俳優金子庄司の生涯をモデルに創作されたミュージフォーエバーのワンシーンだ。2002年に公開の高橋克典主演、細野辰雄監督の傑作です。そう、今年で公開20周年だ。